そうか。 ようこそ皆様。トゥー。トゥー様はちょっとお疲れのようでして。いや、なんて言うんですか。ほら、私って美形じゃないですか。しかも夜の営みも日替わりでお楽しみいただけるように。トゥー。
帝様は今夢の中においでです。あまり無粋な真似はされぬよう。自我が崩れたか。不完全だったんだ。歌の力に耐えられる肉体を持てなかった。トゥーをよこせ。楽にしてやる。それはできかねますね。お前、自分が何しているのか分かる？もちろん分かりませんよ。なんせ私バカですから。今はただトゥー様の意志を粛々と実行するだけですね。あなたを殺せという意志を。確かにバカだ。はい、トゥー様、あーんってしてください。そうそう、いいですよ、その調子です。ナリタモーレ、ナリタモーレ、第二の歌、イニシエの絵画。因縁を断ち切し、鉄風の嵐、忠誠を誓う鋼の剛健。あまたにうごめく屍を乗り越え、我が戦闘の名において踊れ、エグリゴリ。氷炭よりは役に立つとトゥー様が言っておられますよ。あ、ちなみに氷炭の真ん中がくびれているのは、そこで一体栄養素の順列をつけるためなんですよ。知ってましたか？もっともらしくデタラメ言ってんじゃねえよ、バカ。バカ？失礼だな。私は心が広いから大抵の暴言は許してしまうんですけど。失礼だな。ねえ、トゥー様。バカはバカだ。そのバカのざれ言にいちいち感心して、魂を抜かれたトゥーはもっとバカだけどな。トゥー様への批判はやめろ。やめろ。やめろ、やめろ、やめろ！天使の呪文、剥がされて。攻撃しているからな。全部剥がされてしまうとまずい。非常にまずいんですよね。2体もいると厄介だな。仲良くなら無理です。あのトゥーって人どうしたの？自分の力に負け込むには歌の力に抗うには強い精神力が必要です。それを持てなかった。治るの？治らない。それに、どうせ殺す。
行くぞ。片方倒したからといって安心しないでくださいね。おい、また君進化して。あちゃー、負けちゃいましたか。じゃあこの素晴らしい魅力を持った私セントが次に使えるのはゼロ様ということですね。トゥーの後を追おうと思わないのか。まさか。歌姫に仕えられるのであれば誰でも構いません。何せ私は大バカ者ですから。私は新しい歌姫様に仕えるだけですよ。それでも礼儀は尽くしますけど。
え？私のことが知りたいの？見たまんまですよ。見たまんまの見目麗しすぎて逆に惹かれちゃう系の人です。殴っていい？あ、そうそう、殴られるといえば右の方を打たれたら左の方を出せとかよく言うじゃないですか。あれは非暴力主義とかじゃなくて骨格矯正法の手引きから来た言葉だって話ですよ。本当かよ。デタラメだ、決まってるだろ。いつか殴る。出発に備えて準備は万端ですか？長い旅になりましたね。最初から分かっていたことだよ。ええ、ゼロ様は分かっておられた。ゼロ様、せめて今宵くらい私が守りますから。どんなことがあっても。分かった。できたらそうする。ゼロ様の命令とあらば、私はいつでも何も。やっとワンとのご対面か。また妹を殺すんだね。そうだけど何？僕たちいっぱい殺してきたよね。それが？僕は全員の悲鳴がまだ耳に残ってるよ。ゼロはどう？覚えてないな。状態になってきてうざいな。リト、なんてことを言う。賑やかでいいではないか。いい？なんで？賑やかな分敵に見つかりやすいよ。私たちでゼロ様をお守りすればよい。つまり壁になる人が増えたってだけの話だよね。道具が増えたことを仲間が増えたみたいに喜ぶなよ。気持ち悪い。仲良しごっこは嫌いだね。ショークト、むしゃぶりが止まりません。なんだ、緊張してるのか。お恥ずかしながらゼロ様、この緊張を止めるため私めとナイトジョイしてはくださるまいか。断る。では3日ください。無限の妄想力により不眠不休でセルフジョイしてまいります。却下だ。出発ですかな。また殺すんだ。行こうか。ワン様のいらっしゃる教会都市は地上の防衛網が強固、ゆえに上空からの侵攻が上策かと思われる。たまには役に立つことを言うんだね。夜の方がもっと役に立つことはすでにご存知かと。まだ戦うんだね。ああ、
敵の本拠地である境界都市に対し、ゼロたちは上空からの攻撃作戦を立てる。だが空で待ち受けていたのは最後に残された妹ワン、その人だった。でも死んでる。ただの死んだ町だよ、ここは。そして今からまた血塗られる町だ。ゼロ様、あ、こちらの具合はどうですか？敵がたくさん出てきて鬱陶しいことこの上ないんだけど。そうですか。地上から進んでいる我々も同じような感じです。これはワン様の防衛部隊、その攻撃が激しければ敵の本拠地が近いということです。なるほどね。存在は私に必要ない。相変わらずの寝言っぷりだな。使徒の名称もなく竜を操るのどんな手品を使ってるんだか。僕らドラゴンは手品なんかで動かないよ。きっとなんかまたドラゴンが大切な手で閉じられてるんだよ。けどの僕みたいに絆ね。
敵の本拠地である境界都市に。すごく大きくて立派な街だね。見て、高い建物がいっぱいある。すごいね、すごいね。でも死んでる。ただの死んだ街だよ、ここは。そして今からまた決められる街だ。ゼロ様、あ、こちらの具合はどうですか？敵がたくさん出てきて鬱陶しいことこの上ないんだけど。そうですか。地上から進んでいる我々も同じような感じです。俺はワン様の防衛部隊。その攻撃が激しければ敵の本拠地が近いということです。なるほどね。ワンはどこだ？君はワイバーンのことになると本当に人が変わるの？最高だよ、最高。
血が冷めて血がピューってるね。最高すぎるよ。ああ、よかったな。教会都市中心部だ。わかった、ここからは地上を進もう。お仕えさせていただきます。君は上からの援護を頼む。僕が最後の砦か。君以外に誰が飛べる？そうか、敵から敵者だね。敵在敵者に直ちに目的
様に勝利を。ラキメを守れ、守りきれ、突撃、全力で行け。本気だな。今本気にならずしていつなるんだ。ワン様を渡してはならん。了解だ。隊長、ご指示を。どんな手を使っても殺せ。どこでゼロを食い止めるのだ。少数、一気に攻勢を上げようとしなった感じ。いいぞ、ガンダム、嫌がれ。まとったしからやってやる。片っ端と片っ端が好きやつ。そもそも同じ語源だって知ってます。Thank you.
図体がでかいだけの薄のろが。ゼロ、そっちは大丈夫？ああ、君は砲台を破壊してくれ。どうした？言ってるじゃないか。Yeah!
っちに構うな。君はあの黒いのを追え、無事戻れよ。分かった。存在しなければいいの。ジート、そんなことを言うもんじゃな。デカートも大きくて醜いから、この世にはいらない存在だよ。なんていう言葉。埃っぽいところはもうやだな。さっさとお風呂に入りたいよ。一緒に入る？今度ね。
ここまでゼロが。一兵はモーニンググローリーでの出迎えでございました。いいね、誇りも希望も何も全部へし折っちゃえ。今最初連絡くれません。兵士を一掃できれば聖堂まではすぐなんです。え、私頼まれてます？まあ私の腕と才能があれば簡単ですけど、土下座して頼むとかそういうのはほらもう気持ちの問題だから。奥さん、頼みたいことがあるのだが。あれ、無視？そんな照れなくていいんですけど。ねえねえ、死んだ？汚い死体。急ご飯呼ぶ前にさ、せっかくだから全員死んどけば。我らが盾になつかるまい。それが我々を救ってくださったマルファイの恩返し。なかなかいい趣味してるじゃないか。皆殺しにしてここを出ようよ。私って顔を見たら分かると思うんですが、繊細で長丁場ゆえ慣れてきたと申したいのです。いよいよ私も取れないよ。生まれ持っての安ュイな雰囲気がそう見えちゃうだけで。皆でゼロ様をお守りするのだ。誰かに守られなきゃならないほど。弱くないだろう、ゼロは。まったく、どっちかっつうとこっちがゼロに守ってもらいたいくらいだ。それでもお守りするのだ、歌姫であれば。やっ、みたいな戦いやってるんだろうな。
ゼロ様のためでございます。すでに我々、何を何するほどゼロ様の虜でございます。そんなわけないでしょう。人の吐く息の 16% が有害物質って話ですからね。そんな話は聞いたことがないな。でしょうね、私も初耳ですから。ゼロについて行ってやろうとは思った。リト、つまり仲間というもので。おっさんが小躍りするなよ。
使うために生まれてきた、歌姫に仕えるために生まれてきた人たち。同感でございます。うずぐず言ってないで戦おうぜ。私ももちろんそのつもりですし、最近はそのつもりですし。なんで僕がこんなクソみたいな戦いやってるんだろうな。ゼロ様のためでございましょう。すでに我々何を何するほどゼロ様の虜でございます。そんなわけないでしょう。行くぞ。僕らにはもう下がる道はないですよね。おい、スーパーボス、行かない。そんなことはないはず。次は、臭い息が充満している。人の吐く息の 16% が有害物質って話ですからね。そんな話は聞いたこともないな。でしょうね。私も初耳ですから。ドラゴン、いいから進め。私を置いてでも進め。いいの。きちんと戦っているようだな。そうだよ。でも、僕もゼロについていってやろうとは思って。
まり仲間というものではない。おっさんが小躍りするなよ。ここまでかな。今何と？君たちはここまででいい。ここから先は私だけで行く。そんな、我々のことをお気遣いでしたら。違う。君たち使徒は歌うたいの力がなければ人の形を維持できない。いずれ消えてしまうんだ。だからその前に元の姿に戻れ。さよなら。
時、僕は知らなかった。ワンを倒すことが終わりじゃなかったってことを。そして、ゼロと僕の隠された秘密を。弱ってる様子はないです。歌姫メル、
来るな。落ち着け、隊列を乱すな。
何を読んでいるんだ、ワン。ゼロ君、教会都市についての記録だよ。記録？ゼロ、不思議だと思わないか。魔法発祥の地とされるこの教会都市、ここには私たちの持ち得ない技術が使われている。なぜ古代文明の技術は失われたのか、古代文明の人々はどこに行ったのか、それを調べれば私たち歌うたいの存在する意味もたどれるかと思ってね。わからなくていいことまで全部知りたがるのはアホのやることだ。乱暴だな。だが世界のすべてを知り得ないという意味では同意するよ。それに今から君死ぬしね。そうだな。来い、ガブリエル。ラコ！大丈夫か？あいつ、強いよ。すごく強いよ。ゼロ、待って！一緒に倒そう！私は知ってる。ドラゴンにやられたら、さすがのゼロもひとたまりもないってこと。それがどうする。先にやるのはこっちだ。魔獣化したドラゴンか。魔獣化って何？ガンが対ドラゴン用に魔法強化してるんだ。だがドラゴンを魔獣化することは。なんで今ここでそんなことを。だって、なんだか悲しいよ、悲しいよ。ガブリエルがかわいそう。そうだよ。のんきに同情してる場合か。君が殺されるぞ。私は知ってる。ドラゴンにやられたらさすがのゼロもひとたまりもないってこと。それがどうする。先にやるのはこっちだ。
魔獣化したドラゴンか。魔獣化って何？ワンが対ドラゴン用に魔法強化してるんだ。だが ドラゴンを魔獣化することは私は知ってる。ドラゴンにやられたらさすがのゼロもひとたまりもないってこと。それがどうした。先にやるのはこっちだ。魔獣化したドラゴンか。魔獣化って何？ワンが対ドラゴン用に魔法強化してるんだ。だがドラゴンを魔獣化することは私は知ってる。ドラゴンにやられたらさすがのゼロもひとたまりもないってこと。それがどうした。先にやるのはこっちだ。魔獣化したドラゴンか。魔獣化って何？ワンが対ドラゴン用に魔法強化してるんだ。だがドラゴンを魔獣化することは ここで。そんなこと、なんだか悲しいよ、悲しいよ。ガブリエルがかわいそうだよ。のんきに同情してる場合か。君が殺されるぞ。
私は知ってる。ドラゴンにやられたらさすがのゼロもひとたまりもないってこと。それがどうしたの。先にやるのはこっちだ。魔獣化したドラゴンか。魔獣化って何。ワンが対ドラゴン用に魔法強化してるんだ。だがドラゴンを魔獣化することは。そんなこと。だって、なんだか悲しいよ。悲しいよ。ガブリエルがかわいそうだよ。のんきに同情してる場合か。君が殺されるぞ。私は知ってる。ドラゴンにやられたら
さすがのゼロもひとたまりもないってこと。それがどうした。先にやるのはこっちだ。魔獣化したドラゴンか。魔獣化って何。ワンが対ドラゴン用に魔法強化してるんだ。だがドラゴンを魔獣化することも。今ここでそんなこと。だってなんだか悲しいよ、悲しいよ。ガブリエルがかわいそうだよ。のんきに同情してる場合か。君が殺されるぞ。
生するんだ。そうすれば記憶がなくなっても。ゼロ、知ってた。リュウが転生するのはそれが最後の願いだからなんだよ。黙ってろ。さっさと転生するんだ。リュウの願いにはとても強い意味があるんだ。だから僕は願うんだ、あのドラゴンを倒す。何言ってるんだ。命を使って願うことでそんなこともできるんだな。僕らはすごいでしょ。ダメだ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 。君にそんなことさせない。
先に行ってる。ああ、ミハイル、弟だよ。ワンの弟だ。そんな弟いるわけが。そうだろうな。あんたには5人の妹しかいない。だからあんたが妹たちを作ったように、俺はワンに作られたんだよ。ワン姉さんがあんたに殺された時のための最後の切り札として。ほら、竜の牙から作った剣だ。これなら歌うたいを殺せるだろ。そうか。恨むなら姉さんを殺した貴様の。恨んでなんかない。私の願いは全ての歌うたいを殺すことだ。これだけ殺しておいて自分だけ生き残る、そんな虫のいい話ない。全部終わりだ。ミハイル、歌うたいを全員殺したよ。でも僕どうしたら。
歌うたいに守られないこの世界でどうやって生きていけばいいの？姉さん、
そうか。守ってくれる歌うたいがいないのなら、僕が世界を守ればいいんだ。新しい教会を作ろう。ワン姉さんを崇める新しい教会を。いや、僕こそがワンだ。今日から僕はワンになるんだ。やっぱりこのルートもこんな感じか。別の分岐をたどる必要があったみたいですね。Thank you.